ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座でございます。マジで大事件です。小山慶吾さんが、ウクライナ義援金を募集していて、その現金はいまだに持ったままのようです。まあ、ここまでは良いとします。ウクライナが戦っている国は、どこだかご存知ですよね。ロシアです。ウクライナの敵国です。ウクライナの助けになりたい、そう強く願ったから義援金を小山さんに託したわけです。そのみんなの思い。 ウクライナ国民のためにできることがしたい。ウクライナの力になりたい。そのはずなのに、小山さんは、ウクライナの敵国であるロシアの兵隊に渡そうとしているようです。いて今ロシアの兵隊ににもっ戻っったたんですよだから、ね、そにあげたいなと思って <laughs> どういうこと真逆じゃん。ウクライナを助けるための義援金なのに、ウクライナを攻撃するために使おうとしているわけです。ちょっと ここままでで来ると意味不明すぎて恐怖でしかありません。皆様は、このパラレルワールド的な世界をどう思いますかただ、ウクライナを助けるために集めたお金で、ウクライナを攻撃しようとしていた旨の発言は詐欺行為であると言えますが、それよりも、意味がわからなすぎて頭がおかしくなりそうです。